皆さんこんにちは、ダンクマンヨシです。いやもう最近ね、オリンピックのバスケの日本代表、もうこれがかなり話題沸騰中ということなんで、今回はこの関連で河村勇輝についてちょっと話していきたいと思ってて、いやもうネットとか見ていても、その世界レベルで注目をされ始めていて、っていうのはやっぱりこの前のフランス戦がヤバすぎたから、確かその29得点6アシスト7リバウンドだったということで、このレベルのスタッツを残したのが、そのオリンピックの史上でも、あのケビン・デュラントと、そしてあのアフリカのルオール・デング、彼らに続いて3人目だったそうです。だからそういったこともあってね、かなりこの世界中が今注目してるんですけど、もう日本人としてもね、もうめちゃめちゃ嬉しいですよね。っていうのは、つい最近まではその八村塁とか、あるいはその渡辺裕太とか、そのある程度サイズがあるフォワードが、その NBA レベルで通用しているっていうのはね、見ていたんですけど、このようにその日本人でもあるあるの、その170センチくらいの身長の選手が、その世界レベルでね、渡り合えてるのを見るのはもう本当に感慨深いですよね。いや、その人によってはね、いやいやもう日本人なんてやっぱりその身長とかフィジカルがあるから NBA とか海外レベルでは絶対無理だとか、そういったことを言ってる人もね、絶対いるんでしょうけど、いやもう河村勇輝がね、このパフォーマンスを見せてくれてることによって、もうそれが可能だということを証明してくれてるというか、いやもうこれこそね、もう日本のバスケ人口にとっては、もうこの上ない夢ですよね。っていうのは多分その中学生とか、あるいはその高校生とかでも170センチくらいでバスケが好きな人はもう5万っていると思うんですけど、そういったフィジカルの人でもやればできるんだと河村勇輝がね、もう証明してくれましたね。そしてあともう一つね、その注目をされている要因としては、スタッツ以外でもその身長が低いからっていうところがあって、っていうのはこの前のフランス戦でも彼の身長がね、172センチなんですけど、ビクター・ウェンバンヤマが2メートル22でしたっけ？もうこの身長差がヤバすぎるということで、でもそういった意味では、このビクター・ウェンバンヤマと富樫勇樹、そう、富樫勇樹もね、167センチ。だからもう彼は河村勇輝よりもさらに小さいんですけど、まあ、この差がね、その映えるというか、そのバスケのメディアとしても、やっぱそういった差がついてる選手を2人並べたら映えるんで、結構このフランス戦の後でも、この富樫勇樹と、ビクター・ウェンバヤマのツーショットとか、あるいはこの河村勇輝とビクター・ウェンバヤマのツーショットがね、かなり溢れていましたよね。しかもこの167センチの富樫勇樹と、そして172センチの河村勇輝は、今回のオリンピックに出ているバスケ選手の中でも、その一番身長が低い2人みたいなんで、そのような2人がね、その世界レベルであのような活躍を見せてくれているから、そのような部分もその世界中の人たちの心にね、刺さってるんだと思います。もうだからこれは河村勇輝にとっても、これからそのね、 NBA もっていうならメンフィスグリズリーズのロスター枠を勝ち取っていく上でも、本当にそのいいアピールになってるんですけど、これはね、実はその富永啓生がオリンピックが始まる前に言っていたことなんですよね。そしてご存知の通り、最近はそのチームの事情もあって、なかなかその富永啓生はプレイタイムがもらえてないんですけど、彼はその NBA に対してアピールができる絶好の舞台であるサマーリーグをスキップして、今回その日本代表の合宿に参加をしていたんですけど、その時に彼はまあこのサマーリーグでのアピールはできないけど、オリンピックでその世界もっていうなら NBA にアピールができたらいいと、そんな感じのことを言ってたから、いやー本来だったらね、富永啓生もこうしていくはずだったと思うんですけど、やっぱり人生というものはね、思い通りにいかないもので、でもまあ富永啓生もまだそのね、インディアナペーサーズとエキシビット10契約は結んでいるわけだから、いやもうこのオリンピックにおいての彼のパフォーマンスがね、どうであれ、そのペーサーズのトレーニングキャンプでね、本当にそのいい活躍ができることを心から祈っています。いやまあでも河村勇輝に話を戻しますけど、彼に関しましてはね、もう多分そのメンフィスグリズリーズの彼に対する評価ももう多分どんどん上がっていることだと思いますし、いやもしかするとそのグリズリーズ以外の球団もね、目をつけ始めてる可能性もありますよね。っていうのはそれぐらいあのサイズの身長があれだけのパフォーマンスを残すっていうのはインパクトがでかすぎる。だからもちろん河村勇輝もね、今後のそのオリンピックの結果がどうなっても、もう本当にそのグリズリーズのトレーニングキャンプ頑張ってほしいですね。いやでもこれ今ね思い出したんですけど、そのグリズリーズの若手のガードという意味では今もうめちゃめちゃ来ている選手がいますよね。そう、あのマイケルジョーダンの相棒だったスコッティピッペンの息子
スコッティ・ピッペン・ジュニア。いやもう彼がね、サマーリーグで大暴れをしていて、仮にそのメンフィス・グリズリーズがね、サマーリーグを勝っていたら、その MVP をもらっていてもおかしくなかったぐらい、もうめちゃめちゃね、活躍をしていたんですよね。でも本当にその得点に、スリーポイントシュートに、プレイメイキングに、パスに、ディフェンスに、もうその、もうすべての分野において活躍してて、だからもちろんね、これからそのグリズリーズのロスター枠を争っていく上で、このスコッティ・ピッペン・ジュニアは間違いなくこの河村勇輝のライバルになってくるんでしょうけど、でも言い換えたら彼と河村勇輝はね、これから仲間にもなってくるんで、なんかそのいい刺激を与え合ってね、これからそのお互い二人ともいい感じに成長していけたら最高ですね。はい、というわけで今回はその河村勇輝についていろいろと話していったんですけど、皆さんは最近の河村勇輝に関してはどう思っていますか？コメント欄で教えてください。そしてこの動画も楽しんでもらえたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、てな感じで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。